こんにちは、新鮮堂薬局鈴木邦明です。まずあの感想を一言、終わったっていうよりもですね、終わったって感じですね。まあ後でまた申し上げますけれども、防衛省石竹さんのツイートなんですけれども、シベリア鉄道もダメ、輸送費が上がりそう、まあ本当こんなことをまたツイートしてくださってるんですが、あのまたこの石竹さんのツイートで、重要なことが分かりましたので、ご紹介します。まずあの小麦高騰で米を逆転というニュースが、5月8日ですね、ありました。もう、お米よりも小麦の価格の方が高くなっちゃったってことですね。で、皆さんにこのニュースね、特別なことではないと思うんですけれども、こういう、阪急ベーカリーが米粉パンを売り出した3月から、カフェ山美野では5月上旬から国産の米粉を混ぜた玄米パンを発売する、丸亀製麺、3月末米で作った麺を扱うレストランを東京新宿に出店した。ビーフンの製造で知られる県民食品は米粉を使ったライスパスタの3月の売り上げが前年比で3割増加。まあとにかく米の代替需要が進んでます。まあまだお米の価格が上がるまではいってないみたいなんですけれども、そのね、代替需要で米まで上がっちゃう前に皆さん確保するように、本当まあ今月は大丈夫だと思うんですけどね、来月ぐらいからもう徐々に上がってくるんじゃないですかね。でお客様と、土曜日に話してた時に、私は真空パックって5キロと 2.5 キロしかないと思ってたんですけれども、でそれで全部用意してたんですよ。そしたら10キロ入りの真空パックもあるっていうご紹介いただいたので、一応ここに、これ10キロずつ、20キロですけど10キロずつ、真空パックされてるみたいなので、真空パックでも冷暗所に保存するってことは忘れないでください。でね、アメリカなんですけれども鉄道貨物の盗難がもうものすごい増えてるんですって、去年から。で、またその話はするんですが、その前に、鉄道の盗難をされてるのがここの会社なんですよ。この肥料を運んでる会社だったんですね。ユニオンパシフィック鉄道で、ユニオンパシフィック鉄道っていうところで、ところがとにかくこういう盗難に遭ってるっていうことだったんで、ちょっと気になったんでユニオンパシフィック鉄道の関連の記事を見てみたんです。そしたらですね、4月18日の、ニュースですよ、世界最大の肥料企業が、アメリカの農家に肥料を全く出荷できていないということを、発表しているんですって。でその、肥料を出荷できてない理由は鉄道会社からの輸送量の削減義務の通達。どうもアメリカ政府が輸送量を削減するように、なんか温室廃棄ガス、とにかく CO2 の、削減ですよね。そういうことで、輸送量を削減しろというふうになんか言われてるらしくて、でそれで、肥料を、出荷ちゃんとしてなかったと、運んでくれてなかったと、そういうことがこの記事に書かれてるんですよ。でユニオンパシフィック鉄道の線路もこんな感じなんですね。でこの地図見て、ね、皆さん何か思い出しませんか。私のここ2、3週間の動画を見ていただいたんならなんとなく思い出してくれるんじゃないかと思うんですけど、このアメリカ西半分の干ばつ、どうでしょう、ほぼ重なりませんか。だから干ばつが進んでる上で、本当に肥料会社がプレスリリースで、農家に肥料が届いてないよっていうぐらい、肥料自体もないと。
で、以前、動画で、肥料を使った時の、稲の収穫量と、肥料がない時の稲の収穫量の、比較の動画があったと思いますけれども、あの時10分の1ぐらいしか取れてなかったですよね。だから干ばつで、ただでさえダメな上にもう肥料が本当に届いてないということが分かったんで、まあ干ばつ、あとは3月ぐらい、あ、4月ぐらいまで、すっごい寒かったらしいですね。はい。で、あとは壊滅的な肥料不足で、もう本当に、これで、なんか本当終わったって感じですね。終わった、終わったって言い方よりもやっぱ終わっただな。それで、まあこれちょっと古いんですけどね、平成19年のやつなんですが、その後も、小麦はもうこの3カ国、豪州、カナダ、アメリカで、ほとんど占めてますし、この輸入割合はほとんど変わってないはずな、変わってないんだと思うんですけれども、まあアメリカだけじゃなくてカナダも北米でダメってことは分かってますし、豪州もね、この間申し上げた通り、すでに小麦の輸入国に変わってますので、なってますので、まあアメリカ、この辺全部ダメ、カナダもダメって考えていただければ、この秋からの様子が分かるんではないかと。で、まあただ外食産業でこういうものが入ってこないというだけじゃなくて、当然パンとかね、パスタとかの生産もこれでできなくなる。で、その上で、この、まあ、大豆とか、トウモロコシですよね、トウモロコシが入ってこなければ、日本の牛ですよね、牛と、豚と鶏、この濃厚飼料っていうのがトウモロコシとか大豆油かすとか大麦、まあ、コーリャンってごめんなさい、いまだに何か分かんないんですが、まあ、こういうものでね、この もうため息しか出ないです。牛と豚と鶏の餌を賄ってるわけですから、これが入ってこなくなれば、まあもっと言えば入ってくる前にも9月、あ、10月頃か、10月頃は超高騰することになるわけですよね。大事なのは需要と供給のバランスなので、収穫量が少なくなったら、まあ取り合いになるわけですよ。で、もっと言えば、もしかしたら政府備蓄とかっていう言い方してきて、政府が売るのやめちゃって、国の備蓄にするって言うかもしれないんですよね。ですから大幅な輸入減はイコールもう市場に出回らないっていう可能性もありえる。ですので、まあこの家畜は、この冬、まあ年を越せる家畜はほとんどいないだろうということが容易に想像できてしまう。その上であれですからね、鳥インフルエンザとかトンコレラ流行してますから、もうどう考えても飢餓ですよね。で、その上でこの石竹さんのツイートなんですけどね、これはまあ強盗のことを書いてあるんですが、鉄道強盗のこと書いてあるんですけれども、前年比で、列車強盗が160%増え、カリフォルニアで300%増えてると。まあそのニュースだけではなくて、なんか逮捕されても24時間以内に釈放される場合もあるらしいんですよ。なんか軽犯罪の法律が変わったっていうことで、なんかこれもバイデン政策だと思うんですけれどもね。だから、まあ、ね、強盗して捕まってもまた24時間後に出てまた強盗できるわけですから。うん。で、その上でこの石竹さんが指摘されてるのが、日本への輸送のするものも取られてるらしいんです。で、ここに書いてありますけど、当然ですが、日本の貨物が含まれます。それで、多くの航空機が今現在ロシアの上空は避け、なおかつシベリア鉄道などアジア圏を通る鉄道も避けて輸入しようと各国頑張っているからです。実際にヨーロッパの貨物がロシアを通過できませんので、アメリカに様々な貨物が殺到しました。まあつまりはヨーロッパの方から日本に来るものも、その今までのルートがダメだったんでアメリカ経由で来てるだろうと。
で、それも盗まれているというお話なんです。例えばカーネーションはコロンビア輸入6割近くです。そのコロンビアからの輸送はアメリカの鉄道が主な輸送手段です。ということは盗まれていると。で、コロンビアの、これは盗んでるんじゃなくて、もしかしたら、盗んでる時に中身見たら、転売できないようなものとか安いものはなんか捨ててるみたいな記事がありましたので、捨てられてるのかもしれないですけれども、コロンビアからの輸入量は良くて通常の3割だそうです。もうダメですね。もうだから、もう日本ではニュースになりづらい話ですが、今日はそんな話を書いてみました。列車強盗なんて現代で先進国のアメリカでここまで聞くとは思いませんでした。本当短い、動画でしたけれども、私は終わったではなくて終わったという感じになってしまいました。ということで、もう本当アメリカのからの輸入だけで、私は本当に終わったと感じますので、ぜひ笑っちゃうんですよね、あまりのことに。本当にあまりのことにっていう感じです。だからここまでやってくるんだなということが分かりましたので、とにかく私は6月までは値段が上がってもある程度物は買えると思ってますので、7月ぐらいになるとだいぶ気づくんじゃないですかね。でも多分5月の半ば過ぎぐらいに過ぎぐらいから発売休止とか、あれですよね、ケンタッキーとかモスバーガーとかマクドナルド、ああいうところなんかで、発売休止みたいなことがアナウンスがあるんじゃないかなと思うんですよね。で、前回というか先週の記事でご紹介したと思うんですけれども、マクドナルドもモスバーガーも発売休止をアナウンスしたのが、確か 2,3 日前だったんですよね。モスバーガーなんか前の日だったんですよね。で、どっかの会社なんかバーガーキングだったかな、来てもないかもしれないっていうプレスリリース、もうそんなのがあったわけじゃないですか。ですから5月以降はその類がなんか、いろいろ出てくる。で、7月ぐらいから本当に一般の、お菓子とか、食料品もそういうニュースが次々と出てきて、さすがに皆さん気づき始めて、気づき始めても行動しない人は行動しないですけどね。とにかく6月までに、できる限りのことをしておいて、で7月ぐらいから余裕がある分、またそれ備蓄を進めるみたいな流れにしていただければと思います。とにかくアメリカだけ考えてみてもこんな状況です。で、今日は本当はいつも水曜日、第1水曜と、第3水曜の2回回転寿司に来まして、その、メニューですよね、タッチパネルで注文できるようになってるんですけど、そのメニューの、ネタがどんな状況なのかってことをずっと1月ぐらいから追ってるんですね。で、そのニュースも明日、ご紹介する予定ですので、結構減ってました。はい、またそれを聞いて、魚も食べれるのがもうあと 2,3 ヶ月かなという感じ。冷凍マグロとかああいうのは大丈夫でしょうけどね、そういう感じになってきてますので、魚がお寿司が好きな方は今月来月中に行って、おくことをお勧めします。それでは今回の話は以上です。ありがとうございました。